最近あいつが引っ越しまして、それに伴って私たちも引っ越しして間借りしてるのですが、あいつ風呂午後3時くらいに入るんですよ。何か問題でも、午後3時には予定のない生活を送ってる、あいつは何者なのでしょうか。無職か。というわけで、はいどうも皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルの将来は暗いですが、今回もやっていきましょう。動画でそんなこと言うなよ。今回は先日ちらっと見せたゲームモード、ラナウェイナイトをやっていきます。こちらのゲームモード、ソロプレイ専用なのですが、私が数回プレイしてみたところ、ソロ用の難易度ではないと思いました。当然、私の技量が至らぬ点はありますが、それを加味しても、少し難しいです。なんだこの画面。野戦マップの時に使用するナイトビジョンですね。赤外線カメラだと思ってください。バッテリーで使える時間に制限がありますが、N キーを押すことで暗い視界が明るくなります。でもその銃のスコープにもついてるよな。このゲームモードだとこの銃の高倍率スコープが見づらいのですよ。マップの影響で基本的に中距離から近距離戦になるので、実は腰打ちの方が狙いやすいです。いった、回復パック使ってよかったわ。さてさっき退治した敵がこっちに向かってくるはず。勇猛果敢に、じーっとしてても、どうにもならねえ。あれお前って特撮の知識もあったのか。私たちを喋らせてるのがクロスロードなんだから、彼の知っていることは知っていて当然でしょう。そうだけど夢のかけらもねえなお前な。というか一人でボケて、一人で突っ込むってよくよく考えるとおかしくないですか。一人二役なんてしていたいたしいとは思わないんですか。それクロスロード以外のゆっくり実況者も敵に回してるのわかってる？危なかった。他のゆっくり実況者に殺されるところだった。え、あいつらゆっくり実況者なの？よくよく考えると私たちのスタンスって異例だと思うんですよ。ゆっくり実況の中でも特にトゲのある方で、人を選ぶ実況をしてるんじゃないかと。まあクロスロードの実況スタイルの影響が大きいな。というか私たちって YouTube らしくないというか、別にスピード感があるわけでもなし、何か目立った編集をしてるわけでもない。ゆっくり実況というカテゴリの利点を活かせてなくないか？なるほどその通りです。では当チャンネルでもそれを再現しますか。やあマリサ、どうしたんだい歳のマイハニー。調子はどうだいブラザー。ちょっと待て。何ですか今滑舌が絶好調だったのに。マイハニーだったりブラザーだったり関係値がわからん。では親友ということにしましょう。そうしよう。やあマリサ、おう霊夢じゃないか。調子はどうだい絶好調さブラザー。そうそう、ちょうどお前を探してたんだ。どうしてだい。この間出たポケットモンストをやり、トンボ切りを一緒にやろうと思ってな。地球。なんだようまくいってたじゃんか。槍とトンボ切りって見た目ほぼ一緒でしょ。というか槍っていう集合の中にトンボ切りがあるんでしょ。じゃあ槍と弓にしよう。そうしよう。やあまりそこからやるの。この間出たポケットモンストをやり、弓を一緒にやろうと思ってな。それはいい考えだ。ぜひともやらせてくれ。オーケーオーケー。じゃあ部屋を片付けてくるよ。大至急。なんだよ霊夢。槍、弓ってちゃんと言ったじゃないか。うん、そこはいいんだけどね。効果音が物騒なんだわ。とても掃除してるとは思えないんだわ。ヘリから地上に向けてミニガンぶっ放して火炎瓶で焼き払ってたんだわ。家庭のゴミより社会のゴミ片付けてたんだわ。でもさすがに音変えろっていうのは難しいぞ。動画の前半で中の人の話しといてそんなこと言う？じゃあわかった。このくだり飛ばそう。私がマリサの家に入ってから、行くよ。任せとけ。おお、意外と綺麗だなブラザー。まあさっき掃除したからな。さあ、上がってくれ。おってまーて。普段のゲームはどれだい？これこれ。スマブラじゃねえか。あっは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